今日は萌花選手とハシエンダゴルフクラブに来ております。1週間以上トーナメントが空いているので、サンディエゴからロサンゼルスにやってきました。今日はハシエンダで、ラウンドをしてその模様をお送りします。真剣味を出すために萌花選手イーブンパー以上で回った場合は200ドルの賞金をリンゴルフから出したいと思います。プロを目指している寿司屋の息子の慎太郎くんです。視聴者に挨拶してよ。自己紹介。自己紹介。慎太郎です。お父さんがお寿司屋さんしてます。お願いします。萌花選手、今日の意気込みは200ドル取れる難しいよ。難しいんで、うん、ちょっとアンダーで回れる自信ないんですけど、頑張ります。頑張ってください。200ドル。アンダーじゃなくてもいいんで、イーブンでいい。イーブンでいい。はい、OK。 頑張って。今日は萌花選手とラウンドです。リンゴルフイーブンパー200ドルトーナメントハシエンダコースです。1番はパー4、バンカーまでは、アゲンストなので260ヤードぐらい飛ばすとバンカー入ります。短めの打ち下ろしのパー4になります。こんな感じです。はい、じゃあ230-240ヤード真ん中に飛ばしてください。左はあかんよな。まあまああかんといえばあかんけど。邪魔じゃん。ああ失礼。ナイスショー。ベスポジベスポジベスポジでした。残り141ヤード、クラブは7でアゲンストなんで、うん、で、グリーンが右から左に傾斜してるんでピンの5メートルぐらい右を狙ってください。5メートル右、すごい曲がるから。いい感じだけど言われた通り5メートル右に行ってます。ちょっと大きい、ちょっと大きい。いやピンが手前すぎっす。いやピンあそこあれ一番難しいピンポジなのよ。あれやばくないですか。あれやばい、バーディー絶対ない。はい、うん、はい、OK。 まああのスライスラインです。ダツクー、オッケー、ナイスパー。1ホール目ナイスパーでした。まあ1ホール目やね。200ドルキープしております今のとこ。2番ホールはパー4です。こんな感じになってます。打ち下ろしのやや右ドッグという感じです。左側は広いです。ターゲットラインはグリーンの左エッジ。あまり右に行くと途中の木がスタイミーになって邪魔になってしまいます。うん、ナイスショー。もうちょい左の方が良かったけど、まあ問題ないと思います。2番ホール2打目、残り何ヤードだった？180。クラブは7番ウッド。7番ウッド、左右にバンカーあります。ピンの1メートル右狙ってってください。
をピンめがけてまっすぐ飛んでます。ナイスショットだと思います。ちょっとショートかな、ちょっとわかんない、行ってみないとわかんない。萌花選手2番ホール乗せて、約4メートルの、下りスライスラインのパットです。バーディーパットです。さあ200ドル目指してこれを入れましょう。フックに見えんねんけど。フックに見える？いや最初だけ、ナイスパー。3番ホール短いパー4です。1打目は、萌花選手ドライバーの飛距離が2340なんでドライバーでいいと思います。狙い目は右に直角ドッグレッグなんで、あまり右に行くとちょっとスタイミーになってしまうので、左3分の2フェアウェイ左3分の2ぐらいを狙って2340飛ばしてください。そうすると残りが100ちょいです。おお、言われた通りまっすぐじゃない。なんか最近調子がいいの分かるよ。ナイスショット。こんな風に90度右ドッグになってます。萌花選手残り何ヤード？94ヤード。クラブは46度。ちょっと当たり薄くなかった？いや大丈夫。でかいと思う。逆にでかい。わかんないです。はい、行ってみないとわかりません。最高のコース。萌花選手3ホール連続のパーオンで、約 3.5 メートルスライスラインの下りのバーディーパットです。危険な距離。ナイスナイスパー。まだイーブンパー維持しております。